はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様ご夫妻、サザビー様、ローテツ様、お手紙もケンタ様、お手紙も、ご支援ありがとうございました。皆様、何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月29日メール党員様忘年会、ふるってご応募ください。ぼちぼちと埋まってまいりました。今日実は日中ですね、肺がんの3ヶ月定期検診にかかりつけ病院行ってきたんですけれども、私ですね、抗がん剤のあれでここの血管潰れちゃっててですね、まあ今日はですね、採血と CT と骨伸地検査っていう、なんか放射性元素を注射して2時間経ってから写真撮るみたいな、そういうやつやったんですけれども、まあここが潰れてんで、まあ、採血ここでやりますよね。で CT で造影剤を流し込みながら撮影しなくてはいけないということで、また注射されるんですけれども、まずはね、こっちで試して、ああダメだっつって失敗して、こっからやって成功して、まあCT 無事終わりまして、でね、失敗するときって痛いんですよね。痛いの。次、骨伸地、撮影っていうのありまして、でこっちでやって失敗して、採血でやったんですけど、ここに2本血管があって、こっち採血して、こっちからやりますかみたいなやつで、合計5本注射されてですね、まあまあ痛いのなんの。もう最初からですね、次はこっちでやってくる、こっちよりも痛いけど、失敗されて痛い思いするよりマシだなーって、そんなことを考えております。もう抗がん剤の治療やってから2年経ちますけど、全然復活しないですね、ここの静脈ね。なんだろうなーっていう話。あと病院でですね、 CT のところで待合室待ってたら、なんかね、じいさんが看護師さんになんか文句言ってんの。しばらくって何分のことなんだなんか言って怒鳴ってて、俺より後から来たくせに何そんな待てねえのっていう話。そんなね、看護師さんに文句言う元気なんだったら治療受けなくてもいいんじゃねえのかなーって、ちょっと思ってました。あとそこは大きい病院で、病院の中にローソンあるんですけど、これまたじいさんがですね、菓子パンこう棚から掴んで見て、ついてなんか怒って戻してたんですよ。でなんかブツ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 言ってんの、なんだろうなっていう、そういうのを目撃した病院でした。5回も注射されてしまいまして、今日はヘロヘロであります。日本テレビ系列、日本海テレビの幹部職員が、局長だってこの人、10年間にわたりですね、24時間テレビの寄付金264万円を含む、1118万円を着服していた、会社の金を1118万円着服していた10年間にわたって、その中には24時間テレビの寄付金264万円も含まれていたと。日本海テレビは警察に被害届を提出、身内に甘いテレビ局、横領社員の名前を報道せずと、24時間テレビ散々な批判があるにもかかわらず、どうしてもやめねえ、毎年毎年やるっていうのは、こういう美味しいね、スタッフが美味しくいただきましたみたいなの、あっからだねえのかなーって、世論です。許さない、絶対にだ。24時間テレビの寄付金を社員が好き放題やってるのは知ってた。こんなの氷山の一角だろ。番組終了のお知らせを出さなきゃ。今回たまたまバレちゃっただけで他にもいるだろ。ギャラは出るわ、着服するわ、障害者に変なことさせるわ、庶民をボランティアで使うわ、で日テレは笑いが止まらない。出演者には高額ギャラ、番組作るやつらは着服と。偽善番組どころか犯罪番組だったのかよと。日テレ本社と系列テレビ局全部が24時間テレビの寄付金を横領してるって噂の真相って週刊誌で記事になったことありました。
今回バレたのが日本海テレビってだけで、他にもあの全部ね、善意の寄付金を美味しくいただいてるっていう疑惑は深まりましたね。日テレ本社だけでなく系列局全部で、美味しくいただいてる。これだから赤い羽募金、含めてですね、募金とかうさんくせえんですよね。テレビの連中にまあモラルを求めるのには無理がありますけれども、これ番組存続の危機ですね。寄付しねえ方がいいよ、募金しねえ方がいいよ、横領すんだからさ日テレ社員がで言いふらされますもんね。っていうか私が言いふらします。せっせせっせと来年のあの24時間テレビの時期になったら、せっせせっせと日本海テレビのあの、局長が盗んでたよ、やりたい放題見てて、日テレ本社でもやってる見てて、疑惑は深まったよって言いふらすから、これ番組存続の危機ですわね。まあ放送しても募金あずまんに、どうせ日テレ社員が着服するんでしょってことで募金が全然集まらないというですね、大恥をかくといいな今から思っております。池袋パスポートセンターで働いていた派遣社員の中国人女が個人情報2000件を盗み書類送検されたことを受け、これ中国に帰っちゃったから書類送検だけで逮捕や立件はされていない。外務省はですね、パスポート業務は日本人限定って全国通達したそうであります。今まで窓口業務などに国籍条項なかったんだって。お粗末ですね。外国人生活保護の通達みたくですね、当面の間の措置つって永久に日本人限定でよろしくお願いしますよ。世論であります。委託やめろよ。委託に丸投げすんね。当たり前だが危機意識がなさすぎる。どこの国にパスポート業務を外国人に任せるところがあるんだよ。外国人が好き勝手できたらおかしいだろうが、ことが起きてから仕方なくやりだすと。帰化してすぐ公務員とかやめてほしいわ。それが帰化してすぐに国会議員にもなれちゃうんだわ。陳哲郎ですか、エリ・アルフィアですか。というか他の部署も日本人限定にしろよと。外務省職員など、大使や外交官など、外務公務員は日本人限定っていう法律はあったが、委託職員には何の縛りもなかったんだって。そんで委託会社に業務を丸投げしてたんだって。危機感のなさに呆れてしまいますね。10年前のいわき市はパスポート窓口、派遣社員は言ってたけど、会社に丸投げっていうのは業務そのものを他の会社に丸投げっていうのはやってなかったですよ。派遣社員さんは、そこのね、課長の言うことを聞いてた。使われていた。この通達に共同通信ヘイト問題取材班が反応、まあ、名乗ってんですけどね。そういうふうに、共同通信ヘイト問題取材班って自称してるとこが、問題視しておりました。どうやらこれはね、共同通信はヘイトと結びつけたいみたいでして、世論です。なんか問題でも合理的な問題が、合理的な理由があるからヘイトではない。慌てて記事にするぐらい困る共同通信。一体何の問題があんのか、もう皆目不明。ただひたすらにキモい。共同通信、社内有志ってそれで取材班とか言っちゃうの？共同通信ヘイト問題取材班には、外国人しかいなさそう。ハイノリなりすましがやりにくくなるだろうが、これはヘイトってことなのかな、共同通信の言い分によるとね。杉田さんに発狂して大嘘記事書きまくってるし、最近飛ばしてますね。共同通信なんか追い詰められてんのかな。それだと嬉しいですけどね。外務公務員に限らず、公務員は行政権の行使者なんだから全員日本人限定っていうのが原則ですよね。行政権を現場で行使するのが公務員なんだからさ、憲法全文、その権力は国民の代表が行使し、ですからね。ならば行政権も国民、つまり日本人が行使すべきで、これは何も議員に限らないでしょ。立法するのだけが権力の行使には
あ、含まれないでしょ、話でね。いろいろありますよ。行政が持ってる権力ってね。立ち入り調査権であるとか、まあ、保健所とか、マトリがやる立ち入り調査権であるとか、あと、業務停止を命令できる権限とか、いろいろありますよね。やっぱね、日本人限定で、政治の権力は、日本人がこれを行使するって書いてあんだから、外務公務員に限らず、公務員は全員、日本人に限定すべきだ、と私は考えます。その他のニュース、日韓外相会談開催、日本国政府は、自称慰安婦一人当たり2300万円払え、という、とんでもない判決について、上川外務大臣、国際法違反と抗議。これどういうことかっていうと、韓国の法律で、日本国政府に命令できないっていうですね。属国じゃねえんだからよっていうことなんですけど、パク外交部長官、両国で被害者の名誉回復をと誤魔化そうとするが、上川大臣、韓国政府が解決しろ、突き放すと。名誉回復って、物証皆無で自称してるだけの連中の名誉をどう回復すればいいのか、私たちは買われたっていう連中と一緒でね、自分で自分の名誉を毀損してんですよね、あいつらね。そんなこと言わなくてもいいのにわざわざね、そういう商売してました、言ってさ、日本はこんな詐欺とはもう付き合い必要ないですよ。そもそも竹島を軍事占領している新生軍事敵国なんだから、金欲しけりゃね、武力でぶんどってみせろって話。韓国は警察権力の頂点、ロギ・ヤスヒロ警察庁長官が異例の視察、歌舞伎町のホストクラブ地区を異例の視察、女性に借金を負わせ売春をさせて資金を得させるという非常に卑劣な営業手法に対しては徹底的にあらゆる法令を駆使して取り締まりをする、だそうで、まあ金もないのにね、借金してまでね、ホストクラブに通うって法律の問題じゃなくて知能の問題だと私は思うんですけどね。小野田君さんに、日本人学生奨学金関連予算は70億円、外国人のそれは180億円であることを国会で追及。これじゃあ子供増えるわけねえよね、増えるわけねえよね。外国人は奨学金ゼロでいいよ。アメリカみたいに外国人の学費は倍額徴収するぐらいでちょうどええんじゃねえの。外国人使ってる180億円、日本人全部使って250億円にしてやったらいいんじゃねえの。それでも足んないぐらいですけどね。日本学生支援機構って奨学金やってる文科省の外局なんですけど、そこね、ただの金貸しやって、450万ぐらい貸して600万円以上取り立てるっていうただの金貸しで、全然日本の学生を支援する気がないとこで年間50億円ぐらい利益出してんだって笑っちゃうよね。学生を、カモにする金貸しが日本学生支援機構の正体ですね。厚労省、健康づくりのため1日1時間以上の歩行、筋肉トレーニングを週2、3回を推奨。無理言うなぁ。1日1時間あるったらもうへばるよなぁ。今日からですね、全国145箇所の薬局でですね、緊急避妊薬を試験販売開始だそうであります。いわゆるジゴピルなんですけど、ずれる、漏れる、穴が開くなど、避妊に失敗した時や、強姦されたなどの緊急時に使用するもので、これが広まるのがいいことなのか悪いことなのかまだわかりませんけれども、まあ選択肢が増えるっていうのは事実だな。ちょっと風紀が乱れるような気すんだよな。生でした後これ飲めばいいからみたいな、風紀が乱れるような気もちょっとするんですけど、まあまあ大変なことになる前に、なんとかできるっていう選択肢も増えますわね。宮古島にミサイル基地反対の上りを持ったたった4人のおじいちゃんたちを記事にする沖縄タイムズ。ツイッターでですね、左巻きたった4人で記事になりで川柳作られてましたよ。こんなの事前に知ってなきゃ取材もできない、
これ我が国の防衛を妨害する目的で沖縄タイムズがおじいちゃん4人集めてやらせてるっていう疑惑は深まったんですね。東急バス社長、外国人運転手雇用に意欲、先陣を切りたいとかござるんだって。年この人いくつか知んないですけど、今時珍しいぐらいのお花畑ですね。外国人雇うよりまずはですね、あの日本人が応募してくれるような待遇にしろよって。東急のバスの社長ぐらい給料を出すならなんぼでも運転手集まりますよ。会社員久保孝之44歳、世田谷区路上で女性の胸や尻を触って逮捕。触ったが揉んではいない。いやそういう問題じゃなくてそういう問題じゃない、触った時点でアウトでしょってね。料理研究家リュウジ、さん、韓国おにぎりを紹介したらコメント荒れたわ、料理に罪はなくない、って言ってたんですけど、まあテレビのですね、あの韓国ゴリ押しに皆さんうんざりしてんですよ。そんでね、あのせめてネットでは韓国押しなんか見たくないっつうかね、料理に罪はないがそれ以外では罪あるもんね。あの竹島奪ったまんま返さないとか、条約も合意も決して守らないとか、フッ化水素を流してはいけない国に横流しすとかね。そういうんですね、竹島軍事占領してる敵国の料理紹介してんじゃねえよこの非国民がって私なんかは毒づいてしまうんですけれどもね。というわけでメール党員さん忘年会、振るってご応募ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。